トール、起きなさい。また遅刻するわよ。大丈夫？ありがとう。そこにね。林くん、また重役出勤だね。私のも見て。頼んどいたんだけど来てるかしら。加藤ルミさんですね。そう。ずっと片付けてたのよ。手伝いましょうか。助かるわ。あなた2階に住んでるの？ええ。お名前は？林、名刺があります。林徹さんね。ええ。アイワンメールシステムって何の会社なの？写真は持ってていいわ。はい。なんていうか、いっぱい宣伝なんか送る会社のための宛名書きとかする。そう。これはここですか？うん。
ルミさんのお仕事は？親しい人はルビーって呼ぶのよ。かっこいいですね。別に仕事はね、まあスタイリストっていうところなんだけどさ、広告のコピーなんかも書くの。一人でやってるんですか？広告の会社に勤めてたんだけどね、社長と喧嘩して辞めちゃったのよ。今はフリー。気分変えたくて引っ越してきたってわけ。ねえ、これあっちにね。あ、ちょっと重いわよ。林くん、何してんだ？ありがとう、気が利くのね。じゃあちょっと寄ってかない？あ、でも母が。いいじゃない、ちょっとだけ。でも母が食事を待って。それでお母さんは再婚しないでずっとあなたを育てたってわけか。美容師のライセンス持ってたからよかったみたい。今もやってるの？うん、知り合いの美容室で人手の足りない時に。僕の給料だけじゃ家賃払えないしね。あ、ルミさんのご両親は？ルビーでいいったら。今日は星がよく見える。サソリ座、わかる？私はいて座、あなたは？魚座、だけどその星座じゃなくて。月型は？おう。私は B、 B と O はよく合うって。そう。私はなんだか知ってる？いて座？商売のことや。あ、スタイリストでしょ？それは世を欺く仮の姿。あなたにだけ本当のことを教えてあげるね。はあ。犯罪者よ。犯罪者？そう。犯罪者って悪いことする？いいことする犯罪者っていないでしょ。犯罪っていうと殺人とか。人殺しなんて最低よ。何の犯罪？そうね、差し当たって泥棒ね。泥棒？何か盗んだことあんの？まだな。なんだ、ジョークか。ジョークじゃない、これから泥棒になるの。どうして？もっといいアパートに住みたい、外国へも行きたい。お金のため？そう。でもそれだけじゃないわ。よくわかんないけどサムシングがあると思うの。協力して。協力？私と組むの。ダメだよ、僕は犯罪者向きじゃないよ。あら、そうかしら。そうさ。私のもの取ったことなかった？返すよ。いいの、あなたには素質があるのよ。でね、狙いはもうつけてあるの。行動する前に練りたいわけ。え、何を練るの？計画よ。
私ね、ここに越してくる前から目つけてたのよ。あそこはちっちゃな食料品屋だけどいいもの扱ってるの。親父さんが一人でやってて店員もいないの。人を雇ってないってことは親父がケチだってことでしょ。ケチなら小銭を貯めるじゃない。あそこは高い店だから小銭の貯まり方もいいはずなのよ。それを狙うの。どうやって？これから考える。なんだ？考えるにも準備が必要です。あなたの出番よ。僕の？そう、店へ行く。親父の行動を観察する。どうして？これは計画的な犯罪なんだから、どんな小さなことでもおろそかにできないわけよ。相手を調査するのは当たり前でしょ。いつする？朝、昼、晩、いろんな時のデータを集めるのよ。僕には勤めがあるよ。店は会社の近くよ。昼休み、帰りがけ、いくらでも行けるわ。ルミさんはどうするの？ルビーで行ったら、私は周りを調べる。周りって？じれったいわね。近所におまわりがいるか、道は混んでないか、行き止まりの道はないか、大事なことはいくらでもあるでしょ。とにかく観察は必要なわけよ。何ぼんやりしてるの？何ぼんやりしてるの？ここが歩道橋、ここは一方通行、店はここ、交番はここ。あとは店の見取り図が欲しいのよ。早く行ってよ。気が進まないんだよ。怖いよ。何言ってんの？お客としてブラッと入って見てくればいいのよ。こういうのがサムシングなの？そうよ。悪の甘い香りがしない？それが嫌なんだよ。危険な仕事じゃないでしょ。それでもさ、やっぱり嫌だよ。言ってよ。嫌だよ。何をお探しです？いや、あ、ありました。これ5,300円です。5,000? あった。金庫。裏口はどうなってんの？裏口？何見てたの？はい、アイワメールです。あ、少々お待ちください。林くん、君いいんだよ。もしもし。帰りにうちに来て。重大なことよ。え、はあ、はい、伺います。調査と研究の結果を発表します。店を狙うのはダメ。
お金がまとまったら親父は銀行へ持っていく。行動を起こすのはその時。これは親父が銀行へお金を預けに行く時に持っていくのと同じもの。それをどうすんの？決まってるじゃない。すり替えるのよ。親父は毎週金曜日に銀行へ行く。朝10時に店を出てこの通りを左に曲がる。赤レンガの角を右に曲がって駐車場があるこの角に来るのが10時7分。ここは人通りが少ない。あなたは自転車で通りかかる。親父にぶつかる。ここが大事。あんまり強くなく、かといって弱くなく、カバンをすっ飛ばす程度に。そしたら私がこれを持って通りかかってパッとすり替える。これで OK。 わかった？あなた自転車持ってる？借りてくればいいわ。問題ないわね。問題はあるよ。何？僕自転車乗れない。練習すればいいわ。練習？そんな時間ないよ。出勤前は？ダメだよ、眠いよ。日曜日に公園でやろう。ダメだよ、恥ずかしいよ。やるの？ダメ。何してんの？そっくりにするためには古くしないといけないわけよ。かわいそうじゃないかな。カバンよ。違うよ、親父さんのこと。老人だよ。あの顔見たでしょ？悪人の顔よ。陰で誰かいじめたりしてるわ。そうかな。それとも夜中に怪しい薬を発明してんのよ。いよいよ明日だからね。会社があるよ。気分が悪いとか言って休みなさ。あ、多分本当に気分が悪くなるだろうね。いいわね、仕事が済んだら私の部屋にね。牢屋に入れられなかったら行くよ。Thank you.
どう収穫は。これよ。12,317円。通帳では結構貯まってるんだけどね、ハンコがなきゃ出せないし、あとは年金手帳と健康保険証。ちょっとそこの電卓取って。調査のための食料品の買い物が3,540円、バッグが9,000円、自転車レンタル料が2,000円。あ、修理代もいるよ。1,500円ってとこかな。合計16,040円。これが支出。収益が12,317円。差し引き3,723円の赤字。返しましょう。返す？そうよ。私たちは大犯罪者よ。こんなはした金じゃプライドが許せないわ。ねえ、これキャビア代入ってないね。キャビア？5,300円。とにかくこのカバン返そう。あなた返してきてね。え？そんなことできないよ。簡単でしょ。間違えましたって言えばいいんだから。ダメだよ、そうはいかないよ。自転車で転んだ時に間違えたらしいんです。ありがとうありがとう。いや、どうしようかと思ってたんですよ。私が銀行へ行ったらカバンの中身は古出しだけだったもんですからね。どうもありがとう。あなたは正直な方だ。僕がですか？何かお礼をしなきゃならん。いいんです、受け取ってください。お金にしますか？品物がいいですか？いや、いいんです。もしお言葉に甘えていいんでしたら。うまいよ、これ食べれば。私ブツブツしたもの弱いのよ。ちょっとなんだからね。またこっちから電話するわ。ねえ、反省したわ。ケチなカバンなんか狙ってちゃダメよ。確実にお金があるところを狙わなくちゃね。確実にあるのはどこ？銀行じゃないの。銀行？そうよ、今度は銀行を襲う。計画はもう立ててあるから。もう？標的は中央銀行畑沢支店。ちょっと待ってよ。それ僕の銀行だよ。僕の銀行って何さ？あなた頭取？お金は預けてあるって意味だよ。取引銀行だよ。いくら預けたんの？言うほどの額じゃないけど。あそこはね、だだっ広くないからこの作戦には手頃なのよ。だけどね、ね、銀行強盗なんて大変な仕事だよ。映画にもあるけど、ピストルだろ、統合用の車とかさ。オーバーね、ギャング団じゃないんだからさ、もっと簡単にやるのよ。ピストルじゃなくてこれを持っていくの。仲間が銃を向けている。黙って現金を出すこと。命が惜しければ小細工はしないこと。これどうすんの？黙って窓口に出せばいいのよ。簡単でしょ。誰だって命が惜しいからお金を出すでしょ。あなたは黙って受け取って平気な顔で出てくればいいのよ。あなたって僕が？そうよ、こういうのは男の仕事だもんね。僕の銀行だから顔知られてるよ。しょっちゅう銀行に行く？1年に1回ぐらい。誰が顔なんか覚えてるもんですか。でも心配なら変装っていう手もあるしね。変装？どうやって？それくらい自分で考えてよ。スーパーマンとか。私が考えるわ。それから調査も必要ね。また調査？そう、
警官の見回りはあるか、空いてる時間帯はいつか。何か悩みがあるんだったらお母さんに話しておくれよ。どんなことでも。別に。行ってきます。行ってらっしゃい。でも計画は変更できないかな。いらっしゃいませ。3番の人が気が弱そうよ。あの人狙ってね。ついて何気なく。心臓が持たないよ。大丈夫、一生使えるわよ。もしもし、お客様、これ落ちました。どうも。ですよ。どういうご用件でしょう。これ何ですか。冗談ですね。違うよ。すみませんけど忙しいので。この通りにすればいいんだよ。いい加減にしてください。困りますね。もうガードマンを呼びますからね。言われた通りやったんだよ。だったらなんでこういうことになるの。分かんないよ。ちゃんと紙だって渡したしさ。でも使いしやがった。君が言うほど気の弱い人じゃなかったんだよ。なんだよ。読んでよこれ。いつもの牛乳3本、ヨーグルト1本、サワークリーム1パック。あ、これはつまりね、うちの袋が牛乳屋さんに書いたメモだと思う。それを僕は持ってきちゃったんだ。おかしいね。おかしかないわよ。
後で。なあ、パリからレンタカー借りてリビエラ海岸というのがいいと思う。それともスイス経由でイタリーってのも悪くないらしいよ。俺まとめて休暇取るつもりなんだ。ルビーはいつでもいいだろう。フリーなんだから。どんどん決めないでよ。私だって旅費の都合とかあるんだから。飛行機代だけでいいよ。レンタカーやホテルは任せてくれ。どうせ同じだから。あら、ありがとう。今日はおかしなことがあったんだよ。何？牛乳屋さんなんだけどね。牛乳屋？うん、今朝お前が出かけた後で配達に来たらしいのよ。瓶の音でわかるんだけど、うちの前まで来てから急にガチャガチャバタバタ駆け出して帰っちゃった。出てみたらね、牛乳は一本も置いてないで、どういうわけかお金が置いてあったのよ。お金は？うん、3,300円。うん、お母さんそこにメモ置いてなかった？いつだってそうしてるじゃないの。したの。あらららららら。あらら。お薬飲むか。いいんだよ。なんでもない。でも、僕牛乳屋さんにこのお金返してくる。お願いします。はい、これお願いします。これお願いします。林くん絵が好き？はい。割引券2枚あるんだけど帰りに行かない？何の映画ですか？なんか知らないけど何でもいいじゃない。ご飯もごちそうするから。それいいですね。はい、愛は。あ、はい。はい、あの、今晩ですか？今晩はちょっと、いや、あの、予定っていうか、たった今。はい。いや、あの、伺いますが、失礼します。今日ダメです。え、どうして？先約を思い出しちゃって。あ、そう。先約って後から来るんだっけ？今度こそヘマはやんないからね。もう分かってるだろう。僕は犯罪者には向いてないんだよ。今度は簡単なの、楽勝なの。勘弁してよ、僕はダメだよ。まず話を聞いてみたっていいでしょ。聞いたって同じだよ。どうせ断るんだからさ。弱虫。そうだよ、僕は弱虫なんだよ。だから一人でやれば。パートナーが必要なのよ。特に今度の計画は一人じゃダメなの。じゃあ弱虫じゃないパートナーを選んだらいい。ルミさんにはパートナーがいるんだろ。あの人真面目なのよね。僕だって真面目だよ。分かってる。真面目が犯罪に向かないってことないのよ。犯罪に真面目に取り組んでくれればいいんだから。旅行行くんじゃないの？
行かないわよ、どうして？別に。ねえ、彼は君が犯罪者だってこと知ってんの？知らないはずよ、言ってないから。打ち明けたのはあなただけだったんだから。まあ仕方ないか、あの人に話そう。どんな話？辞めるんでしょ。ああ、でもちょっと聞いてみてもいいかなと思ったのさ。関係ないでしょ、辞めるんならね。どんな話なのか興味があるんだよ。話なんか聞きたくないって言ったくせに。聞きたくないとは言ってないさ。聞いても仕事はしないって言っただけだよ。同じことじゃない。そうかな。そうでしょ。もう帰って、彼を呼ぶわ。待って、どんな話なのか聞いてみて、いい話なら考えるよ。生意気言わないでよ、ヘマばっかりしてるくせに。今までのは不可抗力さ。今度はうまくやるよ。あれ、うまくやる。いくらだと思う？さあ、高いの？2000円よ。これを50万にするの。どうやって？ちょっとしたゲームよ。カモを見つければいいの。カモ？金儲けの近道は何と言っても詐欺よ。労力はいらないし、走り回ることはないし、おしゃれだわ。おしゃれ？そう。で、どうすんの？今説明するわよ。カモは宝石屋。上泉一丁目に宝石屋があるの知ってる？そこへあなたは大金持ちの息子として入っていく。大金持ち？どうして？大金持ちじゃないと話にならないのよ。僕が大金持ちに見えると思う？今のままじゃダメね。まず洋服、それから名刺。名刺ならあるよ。あげなかったっけ？金持ちとしての名刺よ。お金持ちらしい名前つけなきゃね。どんな？どんなって三井とかなんとか工事とかあるじゃない。それは後で考えよう。とにかく入っていく。なんとなく高そうなものを見回しながら、頃合いを見計らって店員を捕まえる。ただの売り子じゃダメよ。ちょっと偉そうなのがいいわね。それからゆっくりとこれを取り出して、これは母の形見で今度結婚する相手に送りたいんですけどって言うの。安物でしょ。値段は関係ないわよ。形見としての思いがあるんだから、そのお金持ちにとっては値打ちがあるわけ。それでこの大事なイヤリングを持ち歩いてたら、うっかり片っぽ落としちゃったっていうの。ここがポイントよ。もしお宅の店でこれと対になるものを見つけてくれたら、お金はいくらでも払いますっていうの。いくらでもって？50万でも100万でもってことよ。何しろあなたは大金持ちなんだから。それで1週間待つ。それからが私の出番。私はこっちを持って店に入ってく。道でこれを拾ったんですけど、値打ちがあるものかしらって聞くわけ。これで終わりよ。分かった？分かんないよ。じれったいわね。1週間前の宝石屋の気持ちになってごらんなさいよ。金儲けのチャンスが転がり込んできたのよ。そいつはバンザイって心の中で言うわ。次に彼がすることは、このイヤリングを買おうとするに決まってるじゃないの。きっと安いこと言うわね。1000円でどうですなんて言う。私はもちろん受け付けない。アホホなんて笑っちゃう。敵は焦って3000円とか5000円とか言うわ。5000円なら儲かるね。ダメダメ、あなたは50万でも100万でも出すって言ったのよ。詐欺の基本は相手の欲望を最大限に利用すること。まあ今回は詐欺師としてのデビューだから、とりあえず安いけど50万を目標にしましょう。それで金持ちの僕はどうすればいいの？知らん顔に決まってるじゃない。宝石屋が騙されたことに気づいた時は後の祭りよ。ね、ヘマした時に捕まるのは僕たちのうちどっち？どっちも大丈夫。宝石屋が詐欺に引っかかったなんて信用問題だしさ、第一自分が欲張ったこと知られたくないからね。ではまず準備すること、洋服、それから名刺。似合うじゃない。いいの借りてきたね。さすがスタイリスト。はい。霧の工事胸家。ちょっとこれ大げさじゃない？このくらいぶちかまさないとね。電話してきたらどうするんだよ。ウガンダ大使館の番号よ。
見て、今ショーケースのところにいるあの男、狙い目よ。さ、出発。うまくやったみたいね。と思うけどね。お金持ちに見えたかどうか。夢と期待の1週間ね。1週間待たないといけないの？すぐじゃ話がうますぎると思われるでしょ。ねえ、サソリ座ってどれ？今日は見えるかな。あ、まずあそこに3つ星が並んでるでしょ。どれよ。あそこ、ほら、煙突あるでしょ。あれをこうまっすぐ伸ばしたところによく光ってる星が1つあるでしょ。あれがアンタレス。どうしてそんなこと知ってんの？子供の時、夜も一人でいることが多かったからね。星座の本とか買ってもらって。もしもし。あ、今はダメ。ダメダメ、無理言わないでよ。あれ？誰もいないわよ。ちょっと出かけたいと思って。違うわよ、姉さんとこよ。いるわよ。話したことなかったっけ？田舎から出てきたのよ、急に。そうよ、私は東京だけど姉さんは田舎なの。そういうことだってあるじゃない。明後日くらいこっちから電話するから。彼、大丈夫なの？この部屋の隅で涙ぐんでるより、星くずの海で泳いでいたいな一人。リンゴ一つもいでかじればスーパイ。私の思い出、例えば苦さもいっぱい。振り返れば昨日を薄れてく蜃気楼を。目を閉じた奥に広がる大空、それよりと僕に例えば輝くオーロラ。地図広げながらいつも夢を見たの。旅はないやがら、それともナポリかミラノ。太陽は真上、オトロリオデジャネイロ。世界の草笛、それぞれ違った音色。いつかきっと船出をしたい。愛し合える誰かと会える国まで行ってみたい。肩寄せてタヒチ、腕を組んでパリ。シベリアの大地、例えばあなたと二人。砂漠の彼方、虹を追えば、例えばあなた、あなたとフォーエバー。例えばあなた、あなたとフォーエバー。この間はね、ここで待ってて。今夜はいいもの食べよ。フランス料理がいい？何がいい？なるべくメニューの難しくないとこがいいけどね。ちょっとすいません。いらっしゃいませ。これなんですけどね。
ああ、これが？ちょっと拾ったんですけど、目打ち物かどうか見ていただきたいんです。お客様、失礼ですが、どうしてこれが目打ち物だとおっしゃるんですか？目打ち物といったわけじゃなくてですね、一体いくらくらいのものかしらって興味があったものですから。これはまあ2000円といったところだと思いますけど、それも2つ揃った場合の話でしてね。片方ではまあはっきり申し上げてよろしければですね、何の値打ちもないと。このように。でもね、この辺の細工がなかなかのものじゃないかしらって。ほら、ここなんてこんなに光ってるしね。もしお望みなら鑑定をして差し上げてもよろしいのですが。ええ、じゃあお願いします。定量2000円取られたわ。反応は？それがないのよ。どうしたんだろう。忘れちゃったのかな。そうかもね。よし、揺さぶりをかけてみよう。揺さぶり？君の小路さん、明日にでも行って。まだ見つけないのかって文句言うのよ。そうね、値上げしましょう。200万出すって言ってやるの。僕が行くの？あなたじゃないと意味ないでしょ。ねえ、僕は覚えている？はい、もちろん覚えております。じゃあどうしたの、例の片っぽ。探してくれているの？どうしても見つけてほしいんだ。200万円出してもいいと思ってるくらいなんですよ。ごもっともです。桐小路様、私どもはお客様に対して不当な利益を貪ろうということは考えておりません。このイヤリングは数百万という価値のものでは全くありませんです。しかしながら私どもこれを探しますのに少々手間がかかったという事情もございまして、手数料込みということで1万円だけ申し受けたいと存じます。1万円？いや、お気持ちはわかりますが、商人の良心というものがございますので、1万円で結構でございます。ありふれたものらしいわね。スタイリストはこういうことわかるんじゃないの？私は三流だから。それにしても1万円はボリすぎでしょ。何よ、足元見て。値切れなかったの？200万って言った後で値切れると思う？元手が2000円、鑑定料が2000円、第3のイヤリングが1万円、スーツカリチンが1万円、タイとあれで8000円、名刺は2000円。計これだけか。これはあなた使えるから引いとくわね。名刺は使えないね。イヤリングは使えるよね。そうね、安物だけど。高い安物だったね。3つとも使う？私の耳は2つよ。1つあげるわ。出るの？
薬飲むかい？はい、愛は。頭にくるわよ、まったく。どうしたの？仕事一つキャンセルになるしさ、万事うまくいかないのよ。雨のせいで気がめいるんだよ。僕だってそうだよ。いちいち雨のせいにしてらんないわよ。遠足行くんじゃないんだから。恋人に会えば？そんなんじゃないってば。この顔で男に会えると思う？僕だって男だよ。その男とこの男は違うでしょ。じゃあどうしたいの？スカッとしたいのよ。スカッと。どうすればスカッとする？でっかい山張るの。それっけないんじゃない？山張るって？今までみたいなかったるいことはしてらんないわね。そうでしょ？うん。で何をする？乃木坂にザナドゥっていうマンションがあります。知ってる？知らない。豪華なマンションよ。名前からしてお金持ちみたいでしょ。うん。そこに住んでるお金持ちが留守の間にその部屋に入る。それで？決まってるじゃない。お金かお金になりそうなものを持ち出すのよ。それじゃ泥棒じゃないか。そうよ。何驚いてんだよ。私たち最初から泥棒じゃないの。私たちってことはないでしょ。あら、私たち相棒じゃなかった？そういえばいつの間にかそういうことになっちゃったね。だからもうしょうがないわけよ。でもさ、いいマンションに簡単に入れるとは思えないよ。当たり前よ。それで計画を練るんじゃないの。もう練ってあるんだけどね。どんな？あのマンションの入り口はお客が外からブザーをして、部屋の人が中から返事をしたら初めて開くの。じゃあ留守の部屋には入れないわけだね。そういうこと。じゃあ泥棒もできないってわけだ。ああ、よかった。何言ってんのよ。部屋には鍵があれば入れるのよ。鍵はどうする？それを説明します。まずマンションに入るには入る人の後についていけばいい。簡単だね。そうでもないのよ。ただ人の後についていくんじゃ、いかにも潜り込むって感じでしょ。その人にも変に思われるし、入り口のそばには受付があるからね。管理人にも怪しまれるでしょうね。じゃあ。ところがあのマンションには月に一度パーティーをやって大勢人を呼ぶお家があるの。池上さんって言うんだけどね。これだとゾロゾロ入ってってもおかしくないでしょ。パーティーやってるんじゃ留守とは言えないね。そのうちに入るんじゃないのよ。ね、ゆっくり聞いて。順序立てて話してるんだからさ。とりあえずマンションに入ることが先決なの。それで鍵を手に入れる。どうやって？鍵は本人以外誰が持ってる？管理人。管理人から盗むの？そう。でも亡くなったことが分かれば鍵は変えられちゃうでしょうね。型だけ取るのよ。管理人がいるのに？あそこの管理人は夜はいつもビールを飲んでるの。きっとおしっこがしたくなるわ。そのチャンスを狙う。誰の鍵？いい質問。毎週一度必ず夜出かける人がいます。山之内さんって言うんだけどね。そのうちの鍵の型を取っちゃう。誰が？私たち。一人でできるんじゃないの？じゃああなた行く？二人で行こう。さて、鍵ができたら実行なんだけど、池上さん家のパーティーと山之内さん家のお出かけがぶつかる日じゃないといけないわけよ。パーティーは毎月15日、お出かけは毎週土曜日。15日が土曜日の日だね。来月。今月の15日に第1回攻撃をしなきゃね。怖いよ。パーティーの客に紛れ込むんだからいい格好してよ。この間のスーツまた借りてくるからね、キリノコおじさん。
藤田です。どうぞ。はい。あ、どうぞ。ビール飲まないね。おかしいわね。引っ張り出すから、うまくやって。ああ、どうしよう。取れなくなっちゃって。ああ、なんで引っかかっちゃったんだね。ああ、破けちゃう。そっとやってください。はい、いいね。今日はビール飲まないんですか？医者に止められちゃってね。どうして？肝臓。あらあら、それはいけませんね。でもなんで私がビール好きだってこと知ってるの？お大事に。どうも。これが近い？ね、これかな、これがまあそっくりなんじゃない？あ、ここがちょっと違うね。同じものはないんだからね。ここ削ればいいと思うわ。あそこだけじゃダメだよ。ほら、ここんとこもへこみがあるわね。本番は1ヶ月先だから気長にやればいいわ。誰が？うん、そうね。これから？うん、じゃあサテンドールで会おっか。出かけるの？ちょっとね。いよいよ本番よ。どうぞ。
臓がまた大丈夫一生持つんでしょう。ねえ。何？いや、いいよ。ねえ。ねえ。何？ちょっとトイレ。バカね、我慢しなさいよ。できないんだよ。緊張しちゃったもんだから。しょうがないわね。あそこらしいわ。早く出てきてよ。ねえ。ルミさん。開けてよ。鍵外しなさいよ。鍵なんてかかってない。ダメ、そんな音立てないで。どうしよう、開きそうもないよ。何か道具がないとダメね。どこに行って？すぐ戻ってくるわよ。ねえ、ルビー。
また吸ってんのか。お酒を飲んだ後はタバコが吸いたくなるのよ。たまにはいいじゃないの。君はいいけど俺は辛いよ。やっとやめたんだから。ワイン美味しかったわね。そうだね、高いけど。なんていうワイン。シャトーなんとかっつったかな。いつものより高い。高い。でも美味しいからいいわ。うまさ3倍、値段は10倍。また何か飲む。これから。え、それとも別のことする。したいのか。あなたは眠たいな。おい、またこのドア開かないぞ。しょうがないな、まったく。何が高級マンションだ。管理人に言っといてくれよな。あなたが言えばいいでしょ。あなたの名義なんだから。名義は関係ないだろう。ねえ、今夜はあっちのトイレ使いなさいよ。ドアは下にして寝ちゃいましょう。誰？え？あっちだと思ってんだ。どういうつもりだよ今頃。遅いのは分かってますよ旦那さん。管理人さんに頼まれたんですよ。ところがうちはですね、明日から2週間ほど忙しくてですね、ビルの工事が入っちゃって個人の方に手が回らないんです。今日はこうして夜中までサービスに伺ってるんですけどね。ダメだったら2週間後に出直してきましょうか。あ、いやいや、それは困るんだけど、あのいつものほら体格のいいおじさんはどうしたの。あの人は辞めました。ラーメン屋さん始めたそうです。食べに行ってみます、ね、いいよ一緒なら。何してんの。あ、はい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 、まあ、ともかくね、早くやっちゃって寝てたんだからね。はいはい、すぐ済みますから。
の人たち今ベッドルームにいるけどね、いつこっちに来るか分かんないんだから早く逃げなきゃ。大失敗じゃないの。よく助けに来てくれたね。収穫が一つだけあったね。もともと盗品だったわけね。誰？俺だよ。何よいきなり。会いたくなったからさ。どうしよう僕。いればいいじゃない。いや帰るよ。なんだよあいつ。下の部屋の人よ。何してたんだよ。何も。変だな、風呂上がりみたいだったぜ。まあね。何やってたんだよ。何にもしてないって言ってるでしょ。しつこく聞かないでよ。今晩？いいよ。あれ、冠座だよ。喧嘩しちゃったの、あいつと。そう。あなたのせいよ。どうして？私の何なんだっていうの。犯罪の相棒って言えばいいだろ。あの人犯罪のことは何にも知らないのよ。話せばいいだろ、恋人なんだから。恋人に私は犯罪者ですって言える？言えるのが恋人でしょ。言えないのが恋人よ。分かってないわね。分かってないよ、どうせ。私手紙書いちゃったのよ。手紙書いたの。それがどうしたの？もう二度と会いたくないって書いたのよ。それだけじゃなくて、口じゃ言えないくらいひどい言葉も書いたの。あいつが読んだらおしまいだわ。おしまいにする手紙でしょ。後悔してんのよ。読んでもらいたくないの今は。もう読んじゃったかもしれないよ。出したのが今朝だから届くのは早くて明日の午前中だと思うわ。じゃあ安心だね。電話して手紙は読まないでくれって言えばいい。
あなただったらこれから届く手紙は読まないでって言われて、それから手紙が来たら読まない？ね？手紙は取り戻さなきゃ。どうやって？配達の時間に向こうへ行って郵便受けから盗む。それは犯罪だよ。相手は郵政省じゃないか。今までやってきたことに比べたら何でもないわ。自分の手紙を取り戻すんだもの。じゃあ君が行くんだね。私はまずいわ。あなた行って。僕を巻き込まなくたっていいだろ、自分の喧嘩に。お願い。やだよ、絶対。手紙読ませない方法一つ考えたんだけどね。どうすんの？私手紙を出す前に友達が勤めてる薬品会社の研究室に遊びに行ったの。友達待ってる間に手紙読み返そうとして封筒から出した時、うっかり机の上のビーカーひっくり返しちゃったの。手紙に中身の液体がくっついたけどすぐ乾いちゃったから気にもしないでまた封筒に入れて帰りにポストに入れたってわけ。うん。ところが手紙出しちゃってから研究室の友達にビーカーひっくり返した話したらびっくり仰天。そのビーカーに入ってたのは新しく発見されたエイズよりすごい病気のウイルスで、ちょっとでも触ったら大変、絶対死んじゃう。君は大丈夫？それに触らなかったの？作り話じゃないの。だから封筒は開けないでそのまま焼いてちょうだいって言うのよ。でもね、こんな話信じられると思う？僕は信じちゃった。あなたはね、あいつには無理じゃないかな。配達されたのこれだけだった？うん。次の配達で行くのね。それを狙うのが一番確実だわ。また行くの？もう嫌だよ。あなた、このアパートの住人？僕がですか？あなた、昨日もここへ来ましたね。僕がですか？手紙が好きなの？僕がですか？昨日もここから手紙が盗まれたらしいんだけど、何か心当たりありますか？僕がですか？
それしか言えないのか。その手紙は何？僕がちょっと頼まれて、これ友達のちょっと署まで行こうかね。僕がですか？待ってください、訳があるんです。何事にも訳があるね。それを署で聞こうか。違うんです、大変なんです。この手紙には毒がついてるんです。なんだって？毒ですよ。研究室のバイ菌がこの手紙についてるんです。すっごいバイ菌なんです。だから早く焼かないといけないんです。じゃああなたどうしてその手紙に手を触れてるんですか？免疫があってとにかく調べてみるとしようか。友達がビーカーをひっくり返しちゃったもんですから、それで薬品会社に遊びに行って、研究室に、それでそのバイ菌がこの手紙について、それでこの手紙は大変なんです。そのウイルスの名前知ってるの？いえ知りません。感染するとどうなる？絶対死んじゃうそうです。そりゃ大変だね。まだ兆候は見えないね。しかしまあ一応その手紙は調べてみた方がいいだろう。これは早く焼かないといけないんです。僕やりますから。ちょっと調べてみたい。私の仕事だから。あなたにバイ菌がつきますよ。この青年の言ったことは本当ですよ。確かに恐るべきウイルスがついていた。いや大丈夫、封筒の上からは感染しない。問題は中身の方だ。私が焼いてしまったからもう安心だよ。この青年は病気が広がるのを防いだというわけだ。表彰状でも出しますか？結構です。帰ってもいいですか？いいですかね？いいでしょうな。どんなバイ菌だったんです？そう、歓迎ワーチという名だったと思う。歓迎ワーチ。あ、じゃあ帰ります。あ、ちょっと参考までに聞いておきたいんだが、あの手紙の差出人は君の姉さんか妹さん？いや、ガールフレンド。ええ、まあ大事な人なのかね。そうです。君はなんというかいいやつというかバカなやつというか。ひどいよ、本当に毒がついてたんじゃないか。何言ってんのよ、デタラメ話じゃないの。だって警察の医者が調べたんだよ、本当に毒がついてたんだって。バイ菌の名前も言ってたの。なんて？確かカンゲワーチ。変な名前だね。カンゲワーチ、カンゲワーチ。そっか、話のわかるお医者さんね。きっと手紙を読んで事の成り行きがわかったのよ。それで手紙を処分してくれたの。じゃあ医者が嘘言ったの？バイ菌の名前逆さに読むとカンゲワチ、チはゲンカ。そっかね、警察にも洒落た人がいるじゃない。他に何か言ってた？僕のことをいいやつというか
バカなやつというかって言ってた。バカなやつってひどいこと言うわね。バカなやつっていいやつか。そっか、こんな時にガムガムのやめて。知らなかったの。ハンサムね。知らなかった。うん。こんなとこ彼に見つかったら大変だよ。平気。手紙書くわ。また盗みに行くのやだよ。もうさせない。指輪かなんか買おうか。ありがとう。でも無理しないでね。ああのね。何？指輪買うときいくつか見せてもらうでしょ。カウンターの下にガムをこうやってくっつけといて、一つ買ったらもう一つガムにくっつけちゃう。後で私が行ってそれをつまんでくればいいのね。買うのは安いのでいいわよ。高いのくっつけといてね。宝石はどこにしようか。前のとこはやめようね。そうね、やっぱり銀座かな。銀座？みゆき通りに手頃な宝石屋がある。何が？I
金銀サンゴ憧れてたタンゴ欲しいのはサファイアそれとも素敵なキスファイアLove.